あれ可愛く並んでると思ったから撮ったのに、ジャン君。ジャン君は写真に残されたくないんでしょか。ポンちゃんの後頭部だけになりましたが、撮っておきます。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。聞こえてるんでしょ、ポンちゃん。はい、こちらへで。横顔のみ。今度横顔可愛いんだよ。ポンちゃん。ポンちゃん横顔が可愛いって知ってるんだよね。ポンちゃん。昨日のライブで意外と疲れが出ていて、ぐっすり寝ました。まあ、寝たのも遅かったけどね。でも一回帰ってすぐ寝たよ。ああ、そう。昼寝というか夜寝をして、その後結構普通に寝た。あ、でもテレビに出た。あ、いなくなった。顔がね、こうこつとしております。ポンちゃん、昨日帰ってきたら、ここに敷いてあったピンクのブランケットの上に履いてあったので、お洗濯に出したので、前のバンビちゃんが出ています。バンビちゃんブランケットで、ふみふみポンちゃん、っていうのがね、ワンちゃん、ポンちゃんが気に入るように、今回は内側の白いふかふかを外側にしてみました。うん、ちょっと降りてバンビちゃんも見ています。クンクン、したようです。成川さんね、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、なんか届いたよ、ポンちゃん。はい、これでーす。ペットハウスですと書いてあるペットハウスです。ペットハウス&スツール。あ、一緒に座れるペットハウスです。そう。というペットハウスです。ツールとしてペット用ハウスとして人にもペットにも使えるスツール。スツールってのは椅子のことなんだよね。この上に座れるよという。そうそうそう。ということは部屋の中に置いといて、うん、そこに座っていいって。そうだよ。したらケツの下にポンちゃんが入るってことだよ。そうだね。ポンちゃん。外で疲れ切って帰ってきた時に、どっかでお弁当買って帰ろうかっていう時に、この上でご飯も食べられるよ。え？ご飯はちょっと狭いかな。上に置けばいいんじゃないですかね。はい。あれ？もうこのままスポンってできる感じ？なんか立て、あれ？あらららら、あらら、こういうことか。これをこう立てて、で、あれを中に入れるんだね、はい、きっと。これが入るの？これもじゃない？これは？これを、あ、床面と、なんかさ、途中に入れるみたいになってるよね。ああ、逆だね。まず1個を、うん、
まずここに入れます。はい。あ、ポンちゃんが興味津々です、うん、そしてはいこれをはい、それで普通用のふかふかを入れて、はい、そしてもう一個あるよ。そうだね、そこにこれか、ここのこれが引っ掛けの部分になるのね。あ、面ファスナー。なるほど。4箇所に取り付けます。これをよいしょ、こういうことだね。これを、あ、ここにもある。そうなの、4箇所だから。要は上と下からこれに貼れるよってことなんじゃない？これにマジックテープが貼ることができるんじゃないか。あれ、こう。オスメスある？あ、オスメスあるね。うん、そうなの、そうなのよ。で、うん、なんかこうやなんかほら、はあ、見てこうやるって書いてあるの。はあはあ。だから。あ、あ、なるほど。ここに載せる。ここが。こういわゆるこうなんていうの、乗っかる部分になるんだ、うん、はい、はい、こういうことのようです。この上に全ての4つの角が乗るということですね、うん、はい、どうぞ。こうやって、おお、乗るやんけ。そしてボタンをすると、はい、出来上がり。すごいしっかりしてる。あ、カホンだね。カホンの出来上がり。はい、ということでポンちゃんにお見せします。ポンちゃん、さっきちょっと興味あるような顔してね、出てきたんだけどまた戻っちゃった。はい、できたよ。おー、いい。あ、ポンちゃん、こっちも来たよ。2人で入れるよ、きっと広いもん。何入りました。チェック、ポンちゃんチェック、ポンちゃんチェック。ジャン君はジャン君遠慮。ジャン君入れるよ。ポンちゃんが入ったから大丈夫と思うよ。ジャン君遠慮。ジャン君周りをチェックだよね。ポンちゃんがたっぷり匂いをつけて、その後安心して入るのね。ジャン君はそういう人だね。ジャン君入ってごらんよ。だいたい切り開いていくのがポンちゃんで、安全確認できたら入るのがジャン君でございました。お、入る？行きますか？行かない。そしてポンちゃんは真っ暗な中でいると、あ、でも首輪だけ見える。それじゃね、もう完全に落ち着いております。見えますか、はい、ほら、いいね、ポンちゃん。私のって今のところ思っております。うん、正しいよ。ポンちゃんの誕生日追加バージョンだよ。誕生日ですね。そうなんですよ、ポンちゃんのお誕生日にこのカホンをいただきました。カホンちゃうでーって、ポンのハウスやでー。はい、ありがとう、ありがとうって。チェック、はい、
うん。